海が聞こえるは、氷室ロサによる小説。また、それを原作として1993年に、スタジオジブリが制作したアニメーション作品、及び1995年に、テレビ朝日系列で放映された、テレビドラマ。本校では、続編の、海が聞こえるツアがあるからについても述べる。氷室ロサによる小説で、 特馬書店のアニメ雑誌、月刊、アニメージュに23回にわたって連載され、後に単行本として出版された。高知を舞台に、地元の男子高校生と東京から転校してきた、女子高校生がたどる青春の軌跡を描き、スタジオジブリの映画、魔女の宅急便のキャラクターデザイナー、作画監督であった、近藤克也が差し絵を担当したことも、 話題となって若い世代を中心にじわじわと人気を集めた。雑誌連載で用いられた挿絵は、氷室の構想メモをもとに、近藤克也が描いたもので、氷室自身も近藤の挿絵に触発された。そのため、懐かしさやノスタルジーを感じさせる、独特の雰囲気のある作品ができたのだという。アニメ誌に連載されたきっかけは、当時のアニメージュ編集部が、 アニメ絡みでない、メジャーの作家さんの作品を載せたいと考えたことだった。特間書店の編集者だった、三木さなえは、当大の人気作家だった、ヒムロをに本を書かせてその原作をもとに、ジブリで映像化することを目論んだ。当時のヒムロは、集英社の、お抱え作家で、少女向け文庫、レーベルコバルト文庫の第一入社だったため、そこに食い込むのは至難の号だったが、 三木はジブリを餌に、それを実現した。ジブリの魔女の宅急便の試写会の際に、この映画と同じようなエンディングの作品を書きたいと、氷室が感想を述べた時に、連載が、ほぼ決定づけられた。1993年に単行本化された。その際、作者により一部エピソードが省かれるなどの編集が、加えられたため、連載時とは異なる構成となっている。 同年、挿絵担当の近藤によるキャラクターデザインで、スタジオジブリによるテレビアニメが制作された。1995年、続編として、海が聞こえるつらいがあるからが書き下ろし、単行本として出版された。引き続き、近藤勝也が挿絵を担当している。同年、武田正春主演で、主に同作品をベースにしたテレビドラマが制作された。 1999年には、海が聞こえる、海が聞こえる通愛があるからが共に、文庫本化された。文庫版の解説はそれぞれ、海が聞こえるを、社会学者、宮台真嗣が、海が聞こえる通愛があるからを、テレビドラマの脚本家、岡田義和が担当している。高知の高校を卒業した森、咲田は、東京の大学に進学した。 一人暮らしを始めた矢先、同郷の友人から、高知の大学に進学したと思っていた、武藤理香子が、東京の大学に通っているという話を聞く。荷物の中から見つけた、理香子の写真を見ているうちに、タの思いは、自然と2年前の高校を2年の夏の日へと、戻っていった。家庭の事情で、東京から転校してきた理香子。彼女は、親友。 松野が片思いしている相手という、ただそれだけの存在のはずだった。その年のハワイへの修学旅行までは、大学一年の夏、森、佐きたは、故郷の高地に帰省した。その夜開かれたクラス会には思いがけないことに、あの、武藤里香子も出席していた。親友、松野と里香子のわだかまりもとけ、気分よく、東京に戻った拓の部屋に、年上の女性、 津村千佐が入り込み伝水して寝ていた。不倫の恋に傷ついた千佐、離婚した父と、その再婚相手との間で傷つくりカ子。二人の女性に翻弄されながら、タクは東京で初めての冬を迎える。単行本文古本イラスト集アニメ、関連テレビドラマ関連、海が聞こえるのロゴ、海が聞こえるは、日本テレビ開局40周年記念番組として、 放送されたスタジオジブリ制作のアニメ作品。1993年5月5日に90分間のスペシャルアニメとして日本テレビで放送された後、一部の日本テレビ系列局でも放映された。テレビ放映後にはいくつかの映画館でも上映され、2016年には限定2巻の上映ながらアメリカでも劇場公開された。 スタジオジブリ制作の長編作品の中では唯一のテレビアニメであり劇場用映画ではない。芸術文化振興基金女性事業の一環として制作され第31回ギャラクシー賞で奨励賞を受賞している。高知の進学校から東京の大学に進学した森、咲田区は吉祥寺駅のホームで武藤理香子に似た女性を見かける。だが、理香子は 高知の大学へ行ったのではなかったのか初めての夏休み、同窓会のために帰省する飛行機の中で、タクの思いは、自然とリカコと出会った。あの2年前の夏の日へと戻っていった。季節外れに東京から転校してきたリカコとの出会い、ハワイへの修学旅行、リカコと二人だけの東京旅行、親友と喧嘩別れした、文化祭。ほろ苦い記憶をたどりながら、タクは、 リカ子との思い出を振り返っていく。同代の小説を原作として、スタジオジブリとしては初めて劇場用ではなく、テレビスペシャル用のテレビアニメとして制作した作品。そのため他のジブリの劇場作品と異なり、チラシやマスコミ向けのパンフレットやテレビ CM などが制作されただけで、告知ポスターや劇場用パンフレットなどによる大掛かりなプロモーションは行われなかった。 しかしテレビ放映では予算が合わないということを理由に同様の企画はその後実現していない。また東小金井に移されたスタジオジブリ新社屋で制作された初めての作品でもある。ジブリ内の若手作家を育成する目的で鈴木敏夫プロデューサーが紅の豚の制作を得たものの次回作の着想を見出せずにいた宮崎駿に 社内の若手スタッフに何か一本制作を任せて、見てはどうだろうかと提案して実現した企画で、原作小説のイラストを担当した、作画監督の近藤勝也、後にゲド、下戸戦記国立小坂からなどのジブリ映画を手掛ける、脚本家の中村香織、宮崎駿作品の背景を手掛ける小賀和夫氏と、仰ぐ、美術監督の田中直也ら、 その後のジブリを背負って立つ若手アニメーターたちを中心に制作された。そのため、ジブリとしては、宮崎駿や高畑勲が全く関わらない、初めての作品となった。監督には、外部から、魔法の天使クリーミーマミの演出、エコンテや、メゾ、密国、気まぐれオレンジロードなどの青春アニメの劇場版を監督した、も月智光が招聘された。 も月監督は本作品と同時期に OVA 作品。ここはグリーンウッドを掛け持ちで作業していたため激務によるストレスで12市腸海洋をわずらい1992年10月末に出血による貧血で倒れて入院。2日後には現場復帰したものの病院で点滴を受けながら作品完成を迎えた。キャラクターデザインは 原作小説の表紙と写真を担当した作画監督の近藤克也が手掛けた72分間という短い作品であるため原作とはストーリー展開や構成設定の一部が異なっている監督の望月は短い放送時間の中で原作のエピソードをすべて描き切るのは困難だと考え原作の前半部か 後半部のどちらか一方のアニメ化を希望していた。作監の近藤、制作プロデューサーの高橋望む、脚本を手掛けた中村香織を交えた話し合いの結果、高校生編を中心に、大学生編の一部を加えた内容でストーリーを構成することが決まった。作品の舞台は主に高知での中高一貫校時代に限定され、大学進学後の話は冒頭と、 エンディングに登場するのみで、ほとんど描かれなかった。演出としては、大学生の現在と、中学、高校時代の思い出を、カットバックで見せる手法や、それぞれのキャラクターの目線で風景を切り取るカット割、持月監督の狙いで、ラストシーンを活かすために全編にわたってフィックスとなっている、カメラワークなどが独特である。またキャラクターの演技や、 感情表現も他のジブリ作品に対して、あえて抑えたものにしてある。通常の絵コンテは、餅月監督が作成しているが、本作品では、それとは別に、キャラクターデザインと作画監督を担当した、近藤克也が、作画参考用にレイアウト集も作成している。近藤は監督の絵コンテをもとに、各ショットをさらに細かく演技付けした第二位の絵コンテを描き、 それをそのまま拡大コピーしてレイアウトに使用できるようにして作館作業の負担を軽減した。またロケハンジの写真も使えるものはそのままショットの背景原画として拡大コピーし背景作業の勘弁化も図った。テレビアニメながら本作品は16、9のビスタサイズで制作された。当時テレビは4。 三画面アスペクト比の地上波時代だったが、制作側は、テレビスペシャルというより、映画という認識だったためである。配役は、ベテラン声優の中から、テープオーディションで決めたが、リカ子役だけが決まらず、ベッド小劇団で活動していた、坂本洋子が選ばれた。歴代スタジオジブリ作品の中で、唯一男性の専業声優が主人公の声を演じている作品であり、 キャストのほとんどが、専業声優で占められていることも、ジブリ作品としては異例かつ特徴的である。方言指導は、参加声優のうちで、高知県出身の島本隅と渡辺武史が務めた。制作当初、主題歌は中島みゆきの傷ついた翼が検討されていたが、楽曲使用量の問題で、ヒロインの里研子役の声優を務める坂本洋子の、 海に慣れたらが使用された。1995年公開のスタジオジブリ作品、耳を澄ませばは、同作の脚本、絵コンテ、制作プロデューサーを担当した宮崎駿が、海が聞こえるに触発されて、制作に乗り出したものである、とされている。また、同作の監督を務めた、近藤義文は、本作前半の主人公の家の食事シーンの作画を、担当した。 2011年公開のスタジオジブリ作品、国立小坂からとは、シナリオとキャラクターデザインが共通であるなど、非常に密接な関係がある。テレビ放映、劇場公開1993年5月5日の、本放送は関東のみで夕方4時からの放映だったが、この時間帯では、異例の視聴率17.4%を記録した。 その後、5月8日から7月14日にかけて、全国の一部日本テレビ系列局でも順次、放映された。2011年7月15日には、日本テレビ、金曜ロードショー枠で、約18年2ヶ月ぶりに、テレビで再放送された。他のスタジオジブリ作品とは異なりこの枠で、放映されるのは、これが初であり、また一部の系列局で遅れ。 放送はされたものの本放送は関東ローカルで夕方の時間帯だったためゴールデンで全国放送されたのも完成以来初めてのことだった通常の金曜ロードショーの枠で放映するには90分間と差しが短いため映画国リ小坂からの公開を記念した日本テレビ金曜特別ロードショーとして時間を延長して ゲド戦記と共に放映される二部構成の形が取られた。また、冒頭に、この作品には、未成年の飲酒、喫煙シーンがありますが、原作の作品性、原作者の意図を尊重し、オリジナルのまま放送いたします。とのテロップが入れられた。テレビ放映以外に、劇場でも公開された。上映は、主に第七芸術劇場。 山形フォーラム、中野武蔵のホールといったミニシアター系の映画館で行われた。2016年12月28日から4、ケイリマスター版がアメリカのニューヨークとロサンゼルスの映画館に勘で劇場公開された。社会学者で映画評論家の宮台真嗣は宮崎駿との対談において耳を澄ませばよりも海が聞こえるの方がより現実的な女子中高生の 描写ができていると発言し、二人の間で論争となった。また宮台は、もち智きともみ近藤勝也、高橋望の三者へのインタビューも行っている。映像ソフト音楽、海が聞こえる愛があるからは、同代の小説を原作とした、テレビドラマ。1995年12月25日の月曜日20時21時48分に、テレビ朝日系列で、 クリスマスドラマスペシャルとして放映された。主演には海が聞こえるのファンで、この作品がテレビドラマ初主演となる武田正春が起用された。小説海が聞こえるを原作にドラマ化する予定だったが、企画段階で22歳の武田正春が中高生を演じることに無理があるということが問題となった。しかし、続編の 海が聞こえるツアがあるからが出版されたことにより、そちらの内容をベースに、大学進学後の話をメインとすることで解決した。設定は、原作とは大きく異なっている。当初、リカ子役となる女優は未定であった。さらには、リカ子は規約論モ出るなど混乱していたが、当時20回目を迎えた、ホリプロタレントスカウトキャラバンで、TSC 史上初の試みとなる。 コンテスト兼、ドラマヒロインの先行として、理科子役を公募するに至った。TSC 史上最多の応募総数となる43,723人が、書類審査を経て、約4,000人に、さらには、地方予選を経て、候補者は14人に絞られた。14人は、千葉県調整郡一宮町での厳しい合宿を経て、6人が、最終候補として残った。 そして厳正なる審査の結果、佐藤瞳がグランプリを獲得し、理科語役に抜擢された。なお、この時の審査員特別賞は、新山千春が受賞した。ロケーションには出演者見たさに、多数のギャラリーが殺到し、撮影が思うようにいかないこともあった。テレビ放映後に、ビデオ化されたが、DVD 化はされていない。東京の大学に進学を決めたタクは、 路面電車のホームで、松野豊かに、お前な絶対女で苦労するタイプやと告げられて、見送られた。東京での慣れない一人暮らしを送る中、駅のホームで偶然にも、リカ子を見かける。その後、タクはリカ子が、東京方面に進学したことを松のから電話口で、知らされた。タクは、リカ子との高校時代の思い出を振り返りながら、田坂や千差に出会い、そして、 リカ子と再会し、彼らとの関係に悩まされながらも、大学生活を送る。映像ソフトここでは、原作やアニメの構想、ドラマの撮影で使われた、主な場所を挙げている。突起なき場合はすべて、放置しない。ありがとうございます。